ベンベンベン、わっはっは。どうも、ションベン収集日記です。はい、それはそうでして、それは嘘でして、どうもハリウッド魂です。今はポカポカの生放送のカツカツ飯をのコーナー出してもらって、あの帰ってきたとこです。カツカツ飯で紹介したのが、あの三原庵というね、千川ビーチの近くの蕎麦屋が、あの、カツ丼がうまいやん、あれめっちゃうまいやん。だからもう、聞いた人、もうもし時間あるんだったら、行ったらええやん。めっちゃうまいね。あの、600円だ、80円 ?600 いくら ?30 円 ?640 円くらいかな。でも当時ね、コロナがなんだかで値上がっちゃったんやけど、昔500円やったよね。550円くらいやったよ、あれ。だからね、普通カツ丼やったら700円とか800円とか、まあ何やったら1000円くらいするやん。でも、600いくらで食えるっていうのはもうないけどね。うん。で、めっちゃ味もうまいって言うねんから。うん。だから、よかったらどうぞ行ってください。ね。お店も広いんでね。うん。いろいろ、メニューもありますんで。よかったらどうぞっていうことで。で、毎月ね、25日には松本潤さんの給料聞かないといけないから、電話しようか。カラバトークで。はい、松本潤さん。松本凛さん、あ、お疲れ様です。どうもお疲れ様です。どちらさんですか？どうも、お笑い界の王兵王人こと松本凛子でございます。よろしくお願いします。お笑い界の王兵王人、お笑い界の王兵王人といえば、まあ僕かなと思って今、はい、危うく川崎迷って言いかけましたけども、危ないところでした。なんとか、はい、お笑い界、お笑い界、なんとかお笑い界、なんとかお笑い界、お笑い界のあのという名目でやっていってるって感じですか？なんとかお笑い界でやっていってるという名目ですか？どういう質問ですか？全然わかんないです。じゃあお笑い界で言っても別にいいねっていう、今まだ立場の方でいらっしゃるから、いらっしゃるんでしょ？そうだと思いますけどね。一応お笑い芸人やってるんで、はい、お笑い界ので多分通用すると思うんですけども。じゃあちょっと、はい、聞きましょうよ。え？給料何ぼやってん？あ、給料ですか？お笑い界の。はい。2.3 っす。え、お笑い界。お笑い界。え、バイト？バイトは今やられてるんでしたっけ？はい、やってます。はい。バイトの給料何ぼや？大体。近々、はい、のバイトの給料は？近々のやつは、まあまあ、月に2回もらえるんですけども、うんうん、12万ぐらいでしたかね。はい、12.0。はい。プラス、お笑い界 2.3。まだお笑い界ですよ。どっちがバイトか分からへんけどな。いや、もうほんまね、2.3。内職、はい、内職でも。主婦の方の内職でももっと稼ぎますよ、多分。はい。おう。2.3 より。遊び感覚でもな。
そうですね、はい。でもさすがと思いますよ、俺完全に 2.3 やったんで。でもさすがと思いますよ、この間。え？あなた桐野くんに対して、はい、先輩のラジオ聞いたんかな、あなたが。尿道2期ゆっくんちゃん、はい、犯罪2期、桐野康夫って書いてあってな、先輩のラジオ の, あの名前を、その今日の あれも面白かったですね、今日の、お題はこれ、お題っていうか今日のお品書きは尿道2期犯罪2期って書いてあって、はい、ゆっくんと桐野のことやんな。はい、そうですね、はい。でもうよしあいのにツイッターでさ、犯罪2期、はい、キーのええやんって書いてあって、はい、面白かったんで、はい、で、すぐもう言われてたよね、先輩に。お前、尿道2期とか言うてて、お前、第3偽2期やないかいとか。王兵2期、はい。王兵2期、ドカハゲ2期。はい、はい、はい、はい。すぐ言われてたよ。もうすぐ、もうさすがです、もう言うて、お前、犯罪2期ええやんって言って、もうすぐ言われてたから。もうすぐ、はい、すぐ言われれば言われるほど面白いからね、あれね。師匠、本当ね、リップしていただくのありがたいんですけども、師匠のいいねの方が僕の3倍ぐらいついてるんですよ、本当に。リップが3倍ぐらいいいねつくって、ちょっと、ほんまおかしいんで、僕のその本題の方がいいねつかないんですよ。王兵やからや。まあまあまあ、まだあの時思い出しましたけど、あの時携帯を駅のホームの線路内に落としちゃってしまうんですよ。それ何なんだ、どういうことなの。自分の駅で降りた時にこうさ、電車降りようかいと思った時に、後ろからボーンって変なおっさんにぶつかられて、うん、でその時に携帯持ってたんですけど、右手に、うん、それをこう下に床に落として、あ、床に落としたと思ったら、もうほんまホームと、線路 の, 電車道の間隙間、あっこにボトン落ちて、うん、はい、でもう完全に線路の中にあったんで、え、お前それどうなんて言ったの、それ。あ、自分でこの何、落とされたやつに向かってなんか言わへんかった。お前、おい、ん、どういうことやねん、お前、これ。つって。おい。損害賠償やな。いやいや、もうそれは言わなかったです。1話くれよ、1話。つって。1.0 やな。え？やからやねん。やからはちゃうやん。やからはお前の言うな。お前は思ってんの、100万、100万やでって言うねん。はい、やからは。はい。でもお前は、お前、おい、どうしてくれんねん。1やな。リーズナブルっすね、その口調にしては。 1.0 はお前持ってこないと困るで。無理やったら 0.5 でもええでって。安いやろ。ほんまね、そのおっさんにぶつけ、どのおっさんかもよく分かんない。もう携帯落としたことはショックで、そんな別に相手にぶつかったやつに「おい！」とはならなかったっすわ、ほんまに。うーわーってなって、うん、はい、もうそれでもう、で、どうなった、拾ってもうたん。まあその落としたのが6時ぐらいだったんですけど、もう通勤ラッシュでもう拾えませんみたいなことを言われて。朝の？いやいやいや、夜、夕方の6時ぐらい落として、うん、で、まあ、通勤ラッシュ中やからもうそんな拾われへん言われて、はい、で、じゃあ駅員が、え、駅員が拾われへんってなったの。はい、でそこは言わんかい、お前。なんで拾われへんねん、お前。俺誰や思てんねん。ダーリンズの松本凛ちゃんだってでっけえ声で言えよって、お前。ホーム内に響き渡る声で。ホームのとこに、ダーリンズの松本凛ちゃんだぞって。たまに見ますから、俺、ツイッターとかでヤバいやつおるみたいな。ざわざわして終わる。さらされますから。え？さらされますから。いや、じゃあそれやったら、じゃあこれやな。はい。拾われへんってなったら。拾われないです。お前なんでやねん。うん。俺お前、ホープ大賞買ってんで。俺ネタ作ってんで、優勝やで。ネタ作ってんで、お前ネタ作ってんのか。
拾われへんってことはみんな作ってへんなあかんやんってそれ言わんかいはってなるでしょ。いやいやはってなるでしょ。そんな、なんでなんで僕は駅員コント作らないといけないんですか。なるでしょ作らないですよ。作らない。いやでもほんまに融通きかへんというか、まあまあまあ本当に電車来るまで6分ぐらいあったんですけど、もうこの6分の間にあのなんかマジックハンドみたいなのよう見るじゃないですか駅員なんか、はいはいはい、あれで行けませんのみたいなこと言ったら、いや無理ですみたいな、もうほんまねそういうことやっちゃいけないことになってるんでみたいな、あのもうスーパーマラドーナのボケみたいな人でしたけど、もうほんまにあの全然言うず聞かないですよ。まあ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 無理か、まあまあでも、うん、無理や無理なんやなって言って、まあ、終電ぐらいに来てくれたらまあ多分あの電車と電車の時間間結構開くから取っとけるかもしれませんつって終電ぐらいに行ったらまあまあ拾ってくれてましたけど、はい、あもう拾ってくれた後だったの。はいはい。でもう渡して思ったんですけど、携帯の画面ももうバキバキに割れてるし、もう最悪ですよ。これ修理するのにまた7000円ぐらいかかりますわ。 0.7 かかんの。もう終わりですよほんま電気代何本やったっけ。電気代 1.4 で携帯代 1.0、 修理代 0.7、 家賃 家賃 5.0。 携帯代 1.0 なの。もう無理やん今の給料。まあ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 その 2.3 なんてもう瞬間的に消えますよねだってこの間もだって 7.6? あれ 7.6 やったら瞬間的に消えたやろ。いや消えました、はい、じゃあお前の生活、はい、生活水準ははい、給料なんぼやねん。なんぼやったらトントンなん。まあ、20.0やったらまあ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 なんとか、はい、20.0 でもきつい。まあきついですけど、その別に豪遊はできないですけど、うん、あの 20.0 やったらまあまあまあその月々支払う分はまあ払った上で生活費も残るかなって感じはしますけど、ね、20.0 やったら何やったら何やったで何やったでっていうことそれ何なんですか、その何やったら何やったで、いやいや、まあまあ、そうです、何やったら何やったで、まあまあ生活はできるやんっていう感じです。何やったら何やったで、生活もできるし、ガブれるし、ええやんっていうのは20点で。まあまあ、そうですね、ガブれるし、ええやん。まあまあまあ、そうですね。まあ、だから、今回のやつで、だから、合わせ技14.3でしょ。何と合わせんのね、バイトと、あバイトとね、合わせ技、はい、合わせ技14.3じゃないですか。もうそんなんもうガブるとかちょっとガブりますけどね、まあ言うてもでガブるとかそういう問題ではない額なん、それはもう本当そう、ね、ガブれる身分ではない。まあまあまあ、まあ、ガブれる身分ではないって言われたらもうそれはそうですねってなっちゃいますけどね。いやでもあのバーやってるやん。ああそうそう、バーのおかげでこの間師匠にカラバで言ってもらったお前俺に奢れて嬉しそうやなっていうメニューあるんですよ、うんうん、あるよな、はい、はい、僕が飲むだけなんですけど好きなやつを、うん、それをお客さんが払ってくれるんですね。 0.08 やろ。はい、800円。 0.08 って高ない。まあ僕はまあその何て言うんですか、変なそのなんていうんですか、シャンパンとか高いウイスキーのハイボールとかそういうのは飲まないっていう、まあ、ルールのもと、うん、はい、カクテルが800円なんですよ。だからカクテルをいただいてんの。一応第一いただくんですけど、うん、第一じゃもう無理やってる時もあるから、あるからか。そうそうそうなんですよ。もう第一入らへんわみたいな時あるじゃないですか、うん、はい、ゲップ止まらへんわみたいな時あるじゃないですか、はい炭酸いらんねん、うん、ちょっとそもそも変えたいやん、なんですか、はい、ウーロンハイとか飲みたいやんみたいなことあるんですよ、はい、まあまあ、だからまあそのもう特金一800円でええんちゃうかっていう部分が、はい、言ってくれて、あそうやな、確かにどうしようかみたいな。あなるほどね、はい、どうせお前が飲むんやからビールも800円、はいはい、ビールが飲むんでも別に800円でもいいしってことや。はい、そう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 、それのおかげでもうね、家であんま飲まなくなりました、ほんまに。もう入って入ってしゃあない。
入ってないじゃない。もう家帰ってきて冷蔵庫開けたもうビールがあんな輝いてたのに、もう今全然もうあの、くすんじゃって。お水と一緒ぐらい、はい、くすんでくすんで。もういらんねん。いらんねん、もうバーで飲んできとんねん。お前に用ないねん、みたいな感じになってるぞ。お前、家の位置が、位置とか3がお前、泣いてんで。いやー、多分ね、もう結構もうこんな冷やされたこと初めてですけどぐらい、今、冷蔵庫で。そうなんや、はい、冷える前にお前飲んどったやんみたいなこと言われて、あのビールは持てると思うんです。はい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 、もう わしが冷え切る前にお前あの次の2本目来てたやんみたいな、いやしいからな、はい、思ってると思います。いや思ってるやろそれは、はい、じゃあもうあれか、そのもうバーでも何本ぐらい行くの。バーで、だからお前に俺とうれしそうやの飲んでくだ、あの、飲んでくださいって客に、お客に言われて、まあ、でもお前平均したら1の500の10ぐらいはいってんじゃないですか。10いくんや。すごいな。平均したら。はい。いや、やっぱ、あながち嘘やなかったやん、俺ね、お前。お前10にいっとる、3の500の10に。嘘やないやん。ああ、そうですね。まあ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 。そうですね、3の500の10に。お前だ、言ってたんだからそんな、みんなそのコロナの時、コロナっていうか、ちょっと、あのね、あんま、コロナちょっとだけ緩和した時に、じゃあ家で飲むかってな、リンスんちにビール、タラフク買ってって、みんなで飲みながらなんかいろいろ話してて、いや、俺らはもうなんか、2杯ぐらい、2杯、3杯ぐらい飲んで、な、前にこう、あの空き缶か、空き缶が3個ぐらい飲んだんやけど、お前のところだけでもう500缶がもう12個ぐらいな、もう本当に新宿、西新宿のあの高層ビルみたいな感じだって。俺らは350飲むからさ、はい、お前縦に高いビルがお前12本。まあまあまあ、確かにあの時もまあだいぶ楽しくて飲んじゃってましたけど、まあまあそうですね、うん、まあまあ、なんかみんなでやっぱ喋りながら、バーでもそうですけど、喋りながら飲んでたらもう進むやんってことなんですよ、結局は。え、何 ?4時間の営業でたから10行くんで。便所虫と何わけあいと喋って飲んでんの。いや、でもね、ベンジャムさん意外と静かな方が多くて、うん、まあまあ、もちろん名前はさらしてくれない方とかもいらっしゃるんですけど、その、うん、はい。名前さらすとコメントしにくくなるから、つって、一応でも僕はベンジャムシですよ、みたいなことを言う方いらっしゃるんですけど、まあ年代的にも、まあ僕より年下で30代の人多くて、なんか、そんな別に、お、前、バイト、みたいな、なんか、言ってくんの？なんていうんですか、お、はい、王兵、大王兵な感じではないんですよね、ベンジャムシ。違うんや。はい。まあ意外と、はい。あ、そうなんや。はい、別にあれですよ、まあ、師匠のファンの人が、まあ、多いですけどね、はい、あの前言うとあれをやれよ、お前この1年どう売れていくねん。あ、それ、はい、次回から、この1年どうやって売れていくねん、どう売れていくねんはあれやで、はい、まあ、言うたら、いいよ、薄めとかいいわ。トマトサワーなんだけど、はい、これそれ頼むとトマトサワーがお客さんに元に届けられて、届けられ、はい、お客様はお前に対してどう売れていくねんって言うねん、はいはいはい、聞くねん、そしたらお前が答えてくれるっていう。あ、毎回僕が答えるんですか。毎回答える、こうやって、いや、はい、売れていくつもりですっつって。そんなバリエーションないっすよ、毎回それ、まあ、同じでもええから答えていったらいいですか。同じでもええからええんやけど、例えば同じやないかい、はい、さっき頼んだやつ同じやないかいって言うたら変えなあかん。ああ、やっぱ変えなあかんですか。うん、それはいいよ、別に同じでも全然いいよ、一回隅っこの方でそう言うて、はい、でもう他の奥の隅っこの方で、はい、もうどう売れていくねって言われたら、そのさっき使ったネタ使っていいよ。でも、地獄耳の人で、お前あそこ聞いたで、あそこでお前これ言うてたやないかいって言われたら、あ、じゃあすいません、
こう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 売れていくつもりですって違うやつを言わなあかんっていうシステムにしよう。はい。ああ、了解です。なんかもう、営業中、それ入るたんび、僕、テンション下がりそうです。どんどん帰りたがるんじゃないですか。何や、お前。ええやないか、それで。なんで客には、お前、この1年、どうやって売れてくれんって言われて、はい、それすよ、待って、ないね、そんな。なんで、バーテンがそんなこと言うんですかね、客に向かって。まあいいっすね。まあ、師匠の、大好きなトマトサワー、トマトハイ、ね。トマトハイ。トマトハイ飲みながら、お前、この1年、どうやって売れてくれんって僕に聞けるドリンクってことです。そうそうそう。はい。で、あと、この間、バーで研究というか、シュシュッと言ってるっていうドリンク。うん、はい。シュシュッと言ってるで大丈夫ですよね。いいよ。もう完全にションベン色のドリンク。あ、それできたんや。はい、デカビタ C みたいなのあるじゃないですか、オロナミン C みたいなやつ、はい、ドデカミンみたいな、はいはい、あれの焼酎割りはめちゃくちゃションベンの、色してましたね。あ、そう、はい、もうそれをシュシュッと言ってるで、いや、だからそれ、それもサービスになるとあかんねん。シュシュッと言ってる人お客さんにシュシュッと言ってるで頼まれたら、はい、言ってる言ってるって言わないと。ああ、飲むすぐやりながら、うん、ああ了解ですよ。ああ、じゃあ分かりました。それを出した時は、シュシュッと言ってるって聞かれたら、お客さんから言われたよ、聞かれたらよ、シュシュッと言ってるって聞かれたらよ、はい、言ってる言ってる言ってる、うん、って言わなあかん。で、例えば、シュシュッと言ってるくださいって言われたら別に言わんねん。その代わり、その代わり、お前が提供するときに、はい、シューって声を上げる。なんでそんなことせなあかん。サービス精神や、まあ。サービス精神、はい。シューって言ってるで、言う聞かれたら、飲む数しながら、言ってる、言ってる。言ってる、言ってる。言ってるってするときのあの感じもちゃんとやって。そうそうそう。で、シューって言ってくださいって言われたら、シューそうそうそう。うん、お客さんに言うと。そうそうそう。OK です。これ新メニューで、うん、絶対に出します。明日から出します。めっちゃ出るやんや、多分。シュッと言ってる。シュシュッと言ってるもそうやし、はい、このうちにどう売れていくねんも絶対出ると思うよ。聞きたいもん。俺が客だったら聞くも聞きたいもんね。いや、それ師匠別にそれ普段からまあそうですね、師匠は普段からまあまあまあお前この人どうやって売れてくるねとか、まあ僕に5分に1回は聞くじゃないですか。まあ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 、うん、そういう、まあ、お客さんからしたらね、初めてなんでね。俺マジでその場バー行ったらそれ頼んで聞くかもしれないの、本当に。いや、もうこの人どうやって売れてくるの、もう師匠 LINE 毎日、まあ、スタンプで来るじゃないですか。もうそれでもう、うん、僕 もうそう答える、もう、ね、新ネタ作るしかないっすよとか、もうそんなんしかもう答えようないんですけどね。そう、バリエーションがなくても困ってんすよ。いや、っていうかお前何を言うてんの、お前が俺に聞くからあるやん、それって。お前どう売れてくるんですか。まあ、言うた言うてない裁判とか言うたって判決出ちゃうんで、まあ、言ったことになってますけど、もうオーディション頑張りますとか、新ネタ作りますとか、もう賞レース頑張ります、その3つぐらいしかパターンがなくて、ちょっと、まあ、YouTube 撮っていきますもんやんか、お前。ああ、YouTube 撮っていきます。ああ、なるほど。ああ、分かりました。いろいろあるわけですね。あるやろ、別に。はい。ハゲていきますでもええんか。ハゲていきますでもええんかい。自然にハゲてますけど、はい。逆モヒカみたいになってますよ。結局何、いつまでやんの、まだそれ分かんないの。はい、とりあえず1月いっぱいで、会議みたいな感じらしいです。で、はい、会議するみたいですね、うんうんうん、はい、で2月以降どうしていくねんお前らみたいな、うん、はい、まあ、ただその主催の人にそのまあまあそのバーの主催の方にそのまあどう言われるか分からん、お前らネタ作ってへんやんって言われる可能性もありますから、はい、そこはバーばっかり ネタ作って作れよって言われんの、まあ、まあかもしれないですからね。それはまあできるかどうかちょっとまだ不明です、はい、お前としてはやりたいやろ。まあそうですね、別にそんな苦じゃないなとは思ってるんで、はい、営業日っ
ていう週のうち何日と何日やってんの？あの木金土だけになっちゃったんですよね。あ、木金土だけ？はい。月から日月火水はもうほんまオフィス街で全然お客さん来ないらしいんですよね。うん、はい。だから木金土でや木曜だけ9時からみたいなそんな感じらしいです。はい。木曜の9時は来て来るの？まあ終電前にちょろっと寄ったろかいって、まあやっぱその時間やっぱさらば青春の光のファンの人多いですけどね、やっぱ。はい、あ、そう。はい、まあそんな感じですね。はい、1月だと行かれへんから、2月でちょっと、なあ、2月入んないと行かれへんな、俺。行くにしても。あ、そうなんですね。はいはいはい。ちょっと一回郵便部に、あの、2月からもうやれるようにちょっとお願いしてくれへんかっていうのは一応言うときますわ。別に。いいよ、別にやりたなかったら別にそれ閉めたって。いやいや、僕もやりたいんですけど。やりたいね、言えへん。っていうか、お前ちょっと、やってること、言ってることでやってることちゃうやん。え？お前、早く帰りたいな、言うて、4時半もラストオーダーで4時でラストオーダー取ってん。3時、じゃあ、3時55分でラストオーダー取ってんねやろ。はい、取ったことはあります。どういうことやねん、やりたいねん、やりたいねんっつって、帰りたいねんって、どういうことやねん。たまたま、まあ、帰りたい日もあるねんってことですよ、ほんまに。だから、その、あの、今日しんどいねん、出てへんねん、うん、眠たいねん、帰りたいねんっていう日は、そらありますよ、そらそうですよ。それをだって、お客さんに伝えたらあかんやん、それ分かったらあかんやん、悟られたら。はい。あの、マスク、あの、鼻まで上げてたのに、バレましたからね。うん、はい。ものすごく帰りだそうですね、あなたって言われましたから、ね、お客に？お客に、はい、ひどいな、それ。なんでわかったんですかって。そうな。否定はしませんでした。うーん、はい、いや、俺としては続けてほしいんやけどな、本当に。はい、もし、あの、続けて2月以降でお忍びでね、一回師匠来れる日やったらめっちゃ嬉しいんで、うん、ぜひ、あの、この1年どうやって売れていくのか頼んでいただければ。いや、頼む、頼む。美味しいトマトハイ作りますんで。もう頼むよ。そう。はい。この1年どう売れていくのも頼むし。はい。あ、俺に怒れて嬉しそうやわ。頼まないな、俺、たぶんな。腹が立つから。もう散々、もう俺に怒れて嬉しそうやな。あの、ごちそうになってるんで、それは頼まなくて大丈夫です。腹立つわ、なんだ。はい、そうですね、腹立つ。はい。ねえよ、じゃあ。ありがとうございました。ああ、しよう。ああ、はい。ありがとうございました。また、また、あの、2月以降決まったら、またご連絡させていただきます。はい。じゃあ、お前、2.3 でどう生活していくねん。2.3 でどう生活していくの？もう2.3、ないですから。いや、今細胞の中に残ってる、まあ、4. 点何ぼすかね。もうそれでもう何とかやっていくしかない。4. 点何ぼもあるんやったらええやん、もう。そうそうそう。まだ、もちろん、ここから先、あの、電気とか、ガス、水道とかもまた来るんで、うん、やってくるたんびに僕はもう、パスン、パスンつって、あの、なんですかね、ドラクエの攻撃受けた。パシン、パシン。最新の一撃も来たりするんで。あ、でその電気代とかはもう会心の一撃やったやん。あれは会心でしたね、1.4。びっくりしました。舐めてますよ、ほんま。高すぎるやろ、電気代ちょっと。おかしい、これ。知らんやん、お前が使った分だけ来てんねんで、お前。まあまあ、王兵に使ったやろ、どうせ、王兵に。いや、エアコンやめてこたつにしたりしてんすよ。これでもダメだよ。無理やろ、もう。エアコンの方が高いんか、こたつより。もちろんそうでしょ。あ、そうなんや。いや、そりゃそうですよ、絶対。どうせあれやろ、あの、コンビニ行くやん。コンビニ行くやん。で、財産買ってくるやん。でも、こたつつけっぱで行くやん。でしょ。つけっぱで行きます。はい、はい、はい。ほら、そう。あ、それ毎回切らなあかんですか。それ切らなあかん、お前。マジっすか。いや、マジっすかじゃなくて、それはだって誰も入ってへんわけやろ、はい、もったいないやん。まあまあ、そうですけど。で、帰ってくるやん、で、足入れるやん、ちょっと温度下がってるやんが嫌なんや。あ、そうですね。あの、つけたまま行くやん、帰ってくるやん、ぬくいやん、ええやん。がええやん。そのはい、いや、それはええやんは分かんねんけど、
2.3 の人が言うことじゃないな。2.3 で電気代 1.4 の人が言うことではないと。終わりやんご。身の程を知れや。身の程を知れやん。はい、知れやん。はい、知ります。うん、身の程を知れやん。知るやん、はい、あ、知るやん、頑張って、あ、はい、知るやん、あ、知ります、ありがとうございました。じゃあ週で終わってください、はい、ありがとうございました。あ、しーありがとうございました。ありがとうございました。はい、大変ですね。2.3 しか給料がないと。ねえ。まあでもなんとなく、あいつはなんかバーとかでファンと触れ合った方が、なんかおもろいことが起きるような気がするんで、続けてほしいですね。はい。というわけで、カラーバートークでした。ありがとうございました。はぁ。